はい、それではね、今回は第3問、問1番やっていきましょう。早速、問題文でいくと、文中の空欄、あと E には、陽性植物、または陰性植物が当てはまると。最も適切な組み合わせを1から2の、1、2のうちから1つ選べってですね。じゃあ、文章読んでいきましょう。はい、12ページの文章ですね。はい。緑色植物は光合成により大気中の二酸化炭素を吸収し、有機物を生産すると。で、光合成速度と光強度の関係を表したものが図1のような光光合成曲線であると。で、この図では 100g の葉が1時間あたりに吸収する二酸化炭素の量を光合成としている。A タイプのような光合成特性は A に一般的で、B タイプには B タイプは E によく見られるってやつですね。はい。ここか、ね。A タイプと B タイプと絵を描いておくと、A タイプ、どっちがいい？こっちがいい。下から出てる方が A ですね。はい、A タイプと B タイプ。はい。これを陽性植物と陰性植物に分けてくださいって言ってるんですよね。はい、注目するポイントどこだった？注目するポイントは、ここ、さらに、ここ、ですね。はい。ここは、まず、何を表してる？呼吸速度やね。呼吸速度。呼吸速度が大きい方。で、次ここ。丸印。ここは、光放射点。光放射点が大きい方。で、さらに、光飽和点が大きい方。全部が全部大きい方が陽性植物だった。ね。もしくは陽葉ね。陽葉、陰葉、ね。で、全部が全部小さい方が、ね。こっちが陰性植物ですね。はい。というわけで、ね。ここちゃんと見とけば OK ですね。はい。呼吸速度と、はい、どっか、一応ね。呼吸速度。で、ここが、なんだっけ、光、保証点。で、ここが光、飽和点ですね。っていうのをしっかり見ておきましょう。というわけで、答えは A が陽性、B が陰性ということで、答えは1番ですね。はい。はい。間違えた。黒を手に取ったつもりが青を手に取っていた。はい。丸1番。まあ、そんなに難しくないね。ちゃんと、今言った、光合成速度、光合成速度じゃない、呼吸速度、光保証点。うん。ね、保証点ね。と、あと光飽和点。この3点をしっかりと見るようにしましょう。はい。それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次は問2番の回答解説をしていきますので、次の動画へどうぞ。